王姫様、ご機嫌うるわし。まあ、あの人に呼ばれて援軍に駆けつけてくれたのね。三河からの長旅は疲れたでしょう。いえ、お招きいただき光栄ですわ。うちの人なんて兄上と一緒に戦えるって浮かれてしまって。織田家のお役に立てるのがよほど嬉しいのか、私が話しかけても上の空、困ったものですわ。なんだかごめんなさいね。え、濃姫様、なぜお謝りに？だって焼き餅を焼いているのでしょう。あの人の妻として代わりに謝らせて。や、焼き餅だなんて、私はただその…あら、もう行かなくちゃ。それでは失礼いたしますわ。